はい、こんにちは。こんにちは。おさなります。まあ、そうだよ。また豊さん、僕と…いや、ちょっと待って、期間超えて喋るから。また僕と野村さん使って宣伝しようとしてるじゃないですか。お願いしますよ、そういうとこ。違う。何ですか、還元するから。本当ですか。いつもノーギャラでこれ出されてさ。ゴルフ招待したりだ。本当ですか。じゃあ、ちょっと付き合いましょう。しょうがないですから。さあ、巨人の優勝に一言で言う。一言。いや、予想通りですよね。なあ、ちょっと違う。予想通りですね。嘘つきすぎて。お前 DNA だったじゃないか。なんでさって嘘つくんだろう。嘘つきすぎて。いやいや。全部当ててるけど。違うんですよ。僕、ピッチャーがちょっと苦しいと思ったんですよ、ジャイアンツ。打線はいいかなと思ったんですけど。で、ピッチャーが苦しい中、こう非常にこうやりくりうまく、したなってことですよね。まあ、それが優勝につながりましたね。はい、ヤクルトがさ、はい、高津ってなんかもうほぼ決まりなような、ほぼ決まりですけど、真中説はなかった。いや、もうそういう話はいいですからなんかあったの電話あるわけないじゃないですか、そんなの。お前なんか来てない。向こう来ないですよ。いや、正直言ってる。来ないです。正直、しかも仮にお前嘘ついたわけないから、仮に来ててもここで喋れるわけないじゃないですか、そんなこと。いや、だからそのニュアンスでも喋ればいいじゃん。ダメです。お前なんかもったいぶってんな。何もあるわけないじゃないですか。で、そんなこと言ってずらーっと来年やってたらびっくりするんだよ。ごめんなさい、そんなことあるわけないですよ。本当にないか。ないです、大丈夫、ご心配なく。まあ、心配はしてないけど。はい。じゃあ次のまだ行きますか。次の。まあ、この引退が相次いでるけど、はい。まあ、今年の引退の中で誰がやっぱ印象残る。印象残る。残りそう。引退試合ですか。まあ、しんのすけもそうだしね。あんまり興味ねえな、お前。そうっす、僕はやっぱヤクルトだったんで、まあ、竹山とか立山とか、ね、うん、まあ、三輪もね、数字大したことないですけども、頑張った選手なので。まあでも、なんかムードメーカーだったな。そうですね、はい、いい賞出しましたんでね。うん、でもみんな引退って、引退試合させてもらって幸せですよね。お前スタンプさせてもらいました。もう幸せじゃん。そうなんですよ。どんな試合だったの。いや、だから一人だけ投げた。バッター一人ですね、先輩。一人だけ。はい。誰なの。志田です。ヤクルト戦です。志田。はい。もうちょっと。いや、先頭だった。それ相手。いや、もうちょっとそこは選べない。ね、相手選べるないじゃないですか。いやいや、でも三振取った。三振です。してくれたんですよ。いや、でも当時若本さん監督 で僕三振が997個やったんですよ。だから3つ取って終わらせてやろうかどうのものってなんかスタッフは気を使ってくれてたんですよ。だから僕はもういいですって、前で迷惑かけるし、1人でいいですって。そうなの。で、それで一応若本さんに、でもお前1000って言ったら連盟表彰ですよ。いや、今年もあったじゃん、田中健介が1500。そうですね、1499、はいはい、1本足りないんですよ。これ連盟表彰受けてんのと、まあいいか。まあ、もうあそこまでやった人だからそんなに気にならないじゃないですか。ただまあ連盟表彰するとちょっとこっち入りますけどね。 NBB とかスポンサーとか、まあこれからこれ以上はちょっと入ると思います。まあこっちの話ですけど、はい、それはもう想像に50万だろうが50万だろうが500万だろうが、その辺はこちら。500は来ない。まあまあその辺じゃないですか。でも引退も含めると結構ないい金になったからな。まあいいや、金のこと。いやいや、金の話が大事じゃないですか。お前なんか金の話ばっかり言ってんな。はい、師匠もなんか今日なんか言ってたじゃん、ネットの中継でどうのこうのって言ってたじゃないですか。俺やらんってあれじゃんって金の話から入ってるんですよ、今日は。いや、でも伊沢さん来られた時あまりにもギャラ安すぎる。それはまあ事務所とうまく交渉したい。そういうことですね。いや、それはまあやっぱりマラグさんに相談したんだよ。そしたらちゃんとそういう文面で書いてきた。一回社にあげてみたいな。そうですよね、ちゃんと話した方がいいじゃないですか。そう、まあ坂本40号、まあ話ポンポン飛ぶけど、いや大したもんですよ。ショートというポジションでね、40本つったらそれはなかなか打てないでしょ。今日レジェンドシートに行ってたらさ、はい、言えてないですよ。レジェンドシート、もう一回ですか。レジェンドシート、はい、それですね、はい。いや、そしたらショートのポジションついたらさ、はい、レジェンドの席ってさ、ショートとトーナーの子あるじゃん。こうやってやってくれて、
それ豊さんにやったんじゃなくて後ろのファンとかにやったんじゃないですか。そうですよ、豊さん、それは勘違い、分かってるわけないじゃないですか。いや、そしたらこうやって帽子をこう会釈して、じゃあもう俺じゃない可能性はありますね。そうだ、ちょっとだけありますね。もう一方、もう一方レジェンド誰だったんですか。ジャイアンツのレジェンド誰ですか。佐田岡さん。あ、じゃあ佐田岡さんじゃないですか。でも結構お前意地が悪いなぁ。いや意地が悪いな。こいつさ、だんだん意地が悪くなってる。豊さん、これせっかくこういう番組ですから。だいぶ毒吐きだ。それは面白いじゃないですか。まあ、その、はい、まあ、分かってるかな。分かってるから番組を。何を分かってるんですか。盛り上げてくる。ああ、ありがとうございます。シーズンの振り返りやったりじゃないですか。何豊さんは予想したでしょ。いや、俺はね、両方とも当たったよ。そうですね、優勝ね、西武、東京。それはすごい、それはすごい。お前どこどこ。巨人、ソフトバンクでした。まあ、ソフトバンク行きがちなんだよな。行きがちです。まあ、僕も西武と、僕は西武と DeNA でした。ちなみに西武は、でも惜しかったよ。僕だけ戦ってたんですよ。うん、それはすごいよ。うわ、すごい。この前西武行ったんですよ。西武、まあ、仙台行って西武戦見に行ったんですけど、秋元さんが行ってました。豊さんは西武多分優勝予想していて、そうですね、言ってました。豊さん、あれ、それ僕の真似したんじゃないですか。違う違う違う、あ、言ったんですか。違う違う、 YouTube でお世話になったんですね。それで、いや違う違う、それだけじゃないよ。それだけじゃないけど、やっぱこう意地みたいだよ。 あれだけ戦力が抜けてさ、よし、みんなでやろうって和を、でも見事だったな。でもやっぱ4月、5月、6月でやっぱ厳しいなと思ったでしょ。まあ厳しいなとは思ったけど、そこから予想は変えられないじゃん。まあまあそれはそうです。あそこで変えていいって言ったら、真中も俺も変えてました、ね、ソフトバンク。僕は変えませんよ。お前絶対変えて、変えませんよ。いやそんなもん。でも、はい、やっぱ打ち出したじゃん。打ち出した。あ、これはいけるかもわかんないって思った。やっぱ怪我人いたくないと怪我人ないのとおかわりでしょうね。いいとこ言うね。カールだと思います、僕 MVP は。なんであいつがあんだけやったって120打点以上上げてるんですか。いやでもさ、俺思うけど、なんていうの、その7番からスタートしてさ、8番でしょ。まあ8番もあったよな。で、だんだん腐ることなく上がってったら、最終的には4番を見て打点王だからさ、あいつの精神力ってすごいと思うよ。まあ、去年もね、下位打線打ったりしてましたけどね。そうだよな、うん、まあでも、それはあいつの意地でしょうね、それね。まあ意地っていうか、そんな雰囲気もないぐらいに淡々とやりながら自分の地位を高めていったというさ、いや、見事だったな。まあ、もともとね、4番打ってなかったですね。いや、実力はあるけどな、はい、うん、でも、俺の理想は、はい、原監督が俺と同期、はい、辻監督が同級生、日本シリーズや同級生同士の、そういう予想だったんですか。いや、そういうわけじゃない。なんかお前簡単に持ってるけど、僕はもう本当にこう忖度なしにこことこという感覚で。いや、お前勘でしょ。勘以外何があるんですか、皆さん。いや、分析、皆さん勘って、いや分析がある。分析プラス勘じゃないですか、そんなの。ここで誰が行くかなとか気がしたけど、西武に行った根拠ちょっと聞きたい。西武、僕打線あんだけ抜けて、はい、まだ行けると思った。でもその前の年も岸と牧田とか抜けてるんですよ、うん、で今年は菊池雄星と浅村じゃないですか、うん、まあまあ銀キスみたいなも抜けましたけど、うん、でもそれは全然カバーできちゃうかなっていうぐらいの打線の能力があると思ったんで、まあ、まあ、カープがその例ですよね。まず前剣抜けて、黒田抜けて、荒井抜けてでもずっとやってるから、はい、ああ、明らかに戦力ダウンなんだけど、それはそうじゃないよ、ね、そうですね。まあ、本当に分かんないですね、うん、じゃあ、パ・リーグの MVP 一人ずつ、セ・リーグの MVP 一人ずつ、僕、うん、いいですか。じゃあ、はい、僕、パ・リーグはもう森入りいきますね。キャッチャー森、はい、うん、でも確定じゃないですか。で、ジャイアンツはもう坂本です。坂本は間違いない、まあ、ここは意外と僕は当てに行きます。まあ、まあ、まあそうだね、まあ、だってこれ普段それしかないよ。坂本を置いて他にいないよ ね、 いないね。じゃあなんで聞いたんですか。いや、それは違った意見が出るかなと思うじゃないなあ。お前も好き嫌いで俺さだって困ってる、困ってる。違うの探すの、まあ、違うの探せないですよね。違うの探せないですよ ね、 すよね。出てこないもん、出てこないですよね。まあ両方とも安だったろ。そうですね。じゃあ、広志はパリーグの最優秀投手、投手、セリーグの最優秀投手だ。貢献度という意味でね。まあ貢献度っていうか、まあインパクトも含めて、まあ背だったら旬山口か今永でしょうね、うん、どっち。やっ
っぱ旬でしょうね、うん、優勝チームって考えると。そうだな、うん、やっぱ菅野がな、うん、ちょっと調子が悪いな、悪いながらもあいつが頑張りましたからね。頑張ったよな、うん、そこは大きいでしょうね。パのピッチャーね、まだね、パが規定投球回っていうの3人しかいないって知ってます？知ってるよ。ありえないでしょ。ありえない、ましてや DH 制ですよ、うん、打席回ってこないで、うん、ですね、みんなね、だからそれはあかんでしょ。多分その中で MVP 誰やいか、今度ね、後ろのピッチャーだから平井とかになりますよ、うん、ライオンズの仕事量もそうだし、うん、そうだな、うん、まあ、ニールっていうのもいるけどさ、勝率とか、はい、あ、山岡が取ったの勝率、山岡はもうほぼ確定ですね、そう、はい、1勝ぐらい、12勝か11勝ずつぐらいか、13ニールと1勝ぐらいだ、山岡は13勝、なんか勝率は13勝がないとダメなんですよね、最高勝率って、うん、だから山岡ですけど、僕は平井ですね、パ・リーグは、やっぱり先発結構苦しい中、まあ、平井も打たれたりした時もあったんですけど、やっぱりあれだけね、うん、いい時も悪い時も投げたってのは、そうじゃないですかね。なんで野手も言ってピッチャーまで言っちゃうの？だって野村さんまだ答えてないですよね。誰か答えてない。でも平井ってポロッと言う、野村さん答えてください。俺言うてやねんか、ちょっと尺4分しかないですよ。平井って平井もあげていいんじゃない？平井って言うと平井なんだ、平井でも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 いいですよ。ダメだよ、お前失礼だろ。わかります、お出すの伝わりますね、平井で、はい、平井